Everyone wants to leave something beautiful to the next young people. Christmas is just one of them. No matter who Santa Claus is, a beautiful heart is gathered there. Don't deny that beautiful heart. That beautiful heart will remain in our hearts forever.And illuminate our future. Merry Christmas and Happy New Year. 誰でも美しいもの、つまりね、温かい心、優しい心を次の若い人たちに残したいよね。クリスマスもその一つなんだよ。サンタクロースが誰であっても、そこに美しい心が結集しているんだよ。その美しい心までは否定してはいけないよ。その美しい心はいつまでもいつまでも私たちの心に残って、私たちの未来を明るく照らしてくれるんだよ。メリークリスマス and Happy New Year。 広志林、浜松シティ、ジャパン。It is widely as well as commonly believed that Santa Claus or Father Christmas was Saint Nicholas. Saint Nicholas was a bishop who lived in the 4th century in a place called Myra in Asia Minor, now called Turkey.He was a very rich man because his parents died when he was young and left him a lot of money. He was also a very kind man and had a reputation for helping the poor and giving
secret gift to people who needed it. There are several legends about Saint Nicholas, although we don't know if any of them are true. サンタクロースというのは一体誰だったのでしょうか。一般にはそして広くサンタクロースというのは4世紀に現在のトルコにいた聖ニコラスと言われていますが、本当にそうでしょうか。今日はそのサンタクロースの謎に迫ってみたいと思います。メリークリスマス。広し林浜祭りジャパン。サンタクロースは4世紀のトルコの聖人だったというのです。そもそもここがおかしいと私林博士は考えています。トルコといえばミトラ教の発祥地です。そのミトラ教はチャーチ・オブ・ローマが同じく4世紀にローマ国教として認定されると、ローマンカトリックと名を改め、ミトラ教を徹底的に弾圧します。ミトラ教を悪魔教と位置づけて徹底的に弾圧します。その4世紀に現れた聖ニコラスがサンタクロースになった、あるいはサンタクロースの原型というわけです。が、そのサンタクロースはフリジア帽をかぶっています。これがフランス革命当時のフリジア帽です。フリジア帽というのはエジプトにおいても自由の象徴的なシンボルでした。奴隷たちも自由を与えられると、このフリジア帽をかぶっていたと言われています。自由の象徴、それがフリジア帽です。サンタクロースはそのフリジア帽をかぶっていました。フリジアというのは現在のトルコの古名です。となるとここで大きな矛盾にぶつかることになります。どうしてローマンカトリックのビショップがフリジア帽をかぶっていたかということですね。そしてそのフリジア帽は言うなればミトラ教のシンボル的な帽子となっています。今ここにご覧いただいていますのがミトラ像です。ミトラ像は皆そのフリジア帽をかぶっています。そのフリジア帽をサンタクロースがかぶっていたというのです。そしてそのサンタクロースは聖ニコラス、つまりローマンカトリックのビショップだったというのです。矛盾矛盾矛盾ということになります。これがミトラです。帽子に注意してください。皆フリジア帽をかぶっています。そしてミトラは赤い衣服で描かれるのが普通でした。ミトラの着ている衣服に注意してください。赤い衣服を身にまとっています。そしてもちろん帽子も赤です。そのコンセプトは現在私たちが持っているサンタクロースのコンセプトと一致します。となるとここで考えられる可能性は次の2つということになります。一つはサンタクロースは聖ニコラスではなかったという可能性、もう一つは聖ニコラスはローマンカトリックのビショップではなくてミトラ教のビショップであったという可能性です。後の判断は皆さんにお任せするとして、で結論ということになります。今まで述べてきた事実をもう一度並べてご覧いただきます。サンタクロースは赤いフリジア帽をかぶっています。赤いフリジア帽は自由のシンボルでもありました。フランス革命の闘士たちは皆この赤いフリジア帽をかぶって戦いました。そしてミトラ教のミトラも赤いフリジア帽をかぶり、そして赤い衣服を身につけています。そのコンセプトはサンタクロースのコンセプトと一致します。
そしてその自由の精神はやがてミトラ教からフリーメイソンへと受け継がれ、現在のアメリカハドソン湾に立つ自由の像へとつながっていきます。が、だからといってサンタクロースが間違っているというのではありません。その温かい心は今の今も私たちの心の中に残っています。その温かい心まで私は否定するつもりはありません。メリークリスマスということになりますが、ついでに2つの事実を皆さんに話しておきます。そのミトラ教はミレと変音し、そしてやがてミルクと変音し、現在の沖縄に伝わっているということです。エイサー踊りをする人たちのかぶるかぶり物に注意してください。そのコンセプトはまさしくミトラ教のフリジア帽のそれであるということです。また古来よりこの日本では馬宿の王子、つまり聖徳太子はこのような姿で描かれています。頭の部分に注意してください。この頭の部分に聖徳太子が身につけているのはフリジア帽ではないかと私林宏は考えています。根拠がないわけではありません。聖徳太子が建立したとされる法隆寺の五重の塔の総輪にその証拠が残っています。それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。